皆さん、こんにちは。ナッシもこんにちは。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、祝、ワオワオでドラマ化記念、ドラフトキングについて語っていきたい。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ざっくりね、どういう作品かというと、野球のドラフトマンの話ですね。で、まあ、ちょっとね、僕、野球好きってのがちょっとあるんで、毎年ドラフトは見ちゃう勢なので。おお、楽しんでますね。そういう意味でもね、非常にこう、楽しい作品というところから、まあ、始めていきたいと思いますけども。というわけで、本日もよろしくお願いします。お願いします。いいですよね。面白いですよね。ドラフトキングの良さってどこですか？私は、単純に日本野球っていうものが、こんなに面白いものなのか、興味深いものなのかっていうところが、この漫画で知ったんです。私は野球あんまりしたことない勢ですし、プロ野球も全然見ない勢なんですけど、こんな面白いの？野球ってっていうところが、この漫画を読んで分かった。それがうまく伝わってること、野球の、日本野球っていうものの面白さっていうのがあって、それをもう完璧に伝えられてる漫画なんじゃないかな。だからこそ私に届いたんじゃないかな。野球全く見ないぜ、素晴らしいじゃないですか。刺さりまくってるじゃないですか。刺さりまくった。これも全巻買っちゃった。ちなみになんかドラフトキングで学んだことって何かあります？学んだことというか知ったこととして、本当にこんな生き方してる人がやっぱいるんだなというか、なんかマジで当然なんでしょうけど、人生をかけるというか、大切なものを犠牲にしてでも、得ようとして手を伸ばしてる人っていうのがファンタジー世界じゃなくてテレビに映ってる中でね、やっぱりあの人たちって全員そうだったんだって思うとやばいなっていう感じの、なんかそういう感じがする、そういう興奮がある漫画でしたね。わ、すごい、プロ野球すごすぎるみたいな感じ。そうっすね。まあ今なしことが全てかなと思っててまあこの漫画のやっぱすごいところって、まあ、ちょうど先日ね、WBC で日本が世界一になりましたけども、うん、プロ野球選手の異常さがわかるいい作品を持ってまして、うん、まあ、僕も昔は、幼心の記憶としてね、こう野球って子供の敵だと思ってて。子供の敵、ちょっとね、僕ら世代だと、基本的にこう、親父がチャンネル権を持ってたりするわけじゃないですか、テレビ。ああ、なるほどね、うん。YouTube もないし、当時。なると、うん、見たい番組あるのに、親父がプロ野球見てる。うんうん、かつ、なんか好きなアニメ見ようと思ったら、なんかプロ野球中継で、来週放送みたいな。子供の敵じゃないですか。うん、確かに。で、まずこう、ヘイトから始まるわけですよ。こう、これ、対する幼心の感情っていうの。はいはい。で、親父がこうプロ野球見てるから、まあ一応見るけど、何が楽しいんだこんなもん、みたいな。うん。で、まあ、プロ野球ファンは、まあね、絶対数はいるにしても、その、興味ない人も大多数いると思うんですよ。うん、うん。ね、もちろんね、一つのスポーツをみんなが好きってことはあんまりないと思うんで。うん。ってなった時に、野球ってやっぱりその、リテラシーが必要というかね、見るための。うん。なんだ、横にいる人が、なんか、ピッチャーとか、キャッチャーとか、バッターの、なんか、感情を適当に言うぐらいが多分一番楽しい見方で。うん、うん、確かにね。今、キャッチャーはね、今、チラッとバッターの方見たでしょ？で、今、キャッチャーはこういうこと考えてるから、多分次カーブが来るよ、みたいな。こういうボールが、曲がるボールが来るよ、とかね。そうやっていると、え、なんでわかんの？みたいな感じになって、こう、楽しめたりすると思うんだけど。まあ、これ非常にリテラシーがいるやつだと思うんですけど。ね、うん。で、プロ野球中継の面白さに、って何かっつったら、あそこに映ってる人全員が化け物ってところが面白い。うん。そうなんだよなって、この漫画読むと思うから。そう。で、それは多分相撲中継でも僕は全く同じことが言えると思ってて。うんうんうん、うん。相撲中継も子供の敵じゃないですか。おじいちゃんって言ったら、おじいちゃんがずっと夕方はなんか、5時、6時台はずっと相撲中継見ててアニメが見れないみたいなね。なんか、あったりして、何がも、裸の男がぶつかり合ってて楽しいんだって思うけど。いや、あそこにいるのは、マジでも全国でのなんか喧嘩自慢の最高作品があそこに集まりましたって聞くと、うんうん、やべえみたいになるじゃないですか。
なんとなく見てるプロ野球が、実は全員化け物って知った瞬間に初めてプロ野球が面白くなると思うんですよね、プロ野球中継が。うんうん、で、まあ、今日は、その、いかにね、プロ野球選手が化け物かってことを、まあ、もちろんこのドラフトキングを読んでもらえばわかると思うんですけど、うん、違うベクトルで説明したいなと思ってて。みんなし、プロ野球選手って何人いるか知ってますか？あの、だ、登録されてる選手っていうことですよね。そう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 。勘でいいよ、勘で。200人ぐらい。200人は少なすぎるな。少なすぎる。少なすぎるね。そうか。じゃあ、ワンチーム200ぐらい。ワンチーム200。ってことは、うん、まあ、全部合わせると、まあ、全部で12球団あるんで、まあ、2400人ぐらい。うんうんうん。そのね、半分ぐらい。ああ、本当にね。で、あの、まあ、決まってて、各球団70人が、うん、いわゆる登録選手なんですよ。70人か、登録選手。70×12 をやってみると、まあ、ちょっとややこしい計算かもしれないけど、まあ、700足す140をすればいいんで、840人しかいないんですよ。うん、で、なんかそこに今、育成とかね、なんか、うん、うん。があって、まあ、ざっくり900人ぐらい。たった900人ですよ。よくあるですよね。東京大学は一学年3000人もいるんですよ。仮に学部だけだとしても、1万2000人いるじゃないですか。東大入るより全然難しいですよね。そうだよね。本当に倍率っていうかね。だから本当になんか、あの東大理さんがさ、よく化け物って言われるじゃないですか。うん。あのレベルってことですよ。プロ野球選手になるってこと。だから、そう考えると、ヤバさがちょっと伝わるんじゃないですか。伝わるよね。東大理さん行くのみたいな。マジみたいな。そんなん、行こうと思っても行けないじゃんみたいな。そのレベルというかね。それで活躍するの一握りなんでしょう。こういうことですよ。で、さっき言ったね、その、約900人いるじゃないですか。で、その中で、まあ、スポットライトを浴びれるのが、まあ、ざっくり120人なわけですよ。その120の中でも、まあ、さらにね、実際にこう、その日のヒーローみたいになれるのは、本当に、ごく一握りじゃないですか。すごいだね。ね、まあ、野球、ちょっと詳しい人でも、選手の名前いるって言ったら、こう、なんか、数十人だと思うんですよね。ひいきにしてるチームの、まあ、レギュラーとか。は知ってるよとかね。まあ、そのレベルだと思うんですよね。100人出てきたら、ま、めちゃめちゃすごいと思うんですけど。うん。だから、ま、テレビに出てる人とかって、本当一握りの人たちなんで。で、しかも、ほら、なんか、毎年さ、トライアウトとかさ。で、ってことは、ほら、ま、ドラフトキングでも描かれますけど。描かれましたね。ってことは、少なくとも各球団、8人、7、8人は入れ替わるんです。さっき言った各球団その支配下は70人って言ったじゃないですか、うん、仮に7人入ってきたら7人押し出されるわけですよ、うん、常に 10% が入れ替えられるというか、シビアだよね。本当に勝つためにやってるもんね。それいう漫画読むと、そう、本当にだからこう東大理さん入るぐらいこう頑張って頑張って入ったのになんかまた自分と同じようなレベルのやつが入ってきたらこう押し出されちゃう、うん、年齢の問題とかね、いろいろあって結果残せないみたいな、いやー、シビアな世界。っていうのがまずね、そう。ってことは、ね、テレビで見てる人たちは、その、選ばれたね。選ばれた、まあ、840人。うん。他でもさらに選ばれた人たちじゃないですか。うん。化け物を追う化け物ですよ。あの、ヤジ飛ばしてる場合じゃないんですよ。あそこに出てる人たちに対して。ね、ほん、そうなんですよね。だから、まあ、あとは、だからそういう気持ちが僕にはあるんで、僕はあの、プロ野球選手を応援できないんですよ。全員化け物だから。俺が応援するまでもなく全員化け物なんで。謎のこじらせが出てます、ね。謎のこじらせが発生しちゃうんですよ。いや、でも俺が応援したところで、全員俺より野球飯なとか思ってながら、ね。まあね。そう。っていうのを、発掘するお話ですね。そう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 。そういう化け物を。で、ドラフトキングって何かっていうのを一応説明しておくと、うん、有望な選手、ね、目立ってる、まだプロ野球選手じゃない有望な選手ってのは、まあ言っちゃえば、誰でも簡単に見つけられるよねっていうのがまず一つあってね、甲子園で活躍しましたとかね、なんかめちゃめちゃ速い球を投げますとか、そういう中っていうのはまあ、それは1指名、2指名すれば、それはいけるよねっていうところが、そうじゃなくて、みんなが目つけてない原石を見つけることが、ドラフトキングだっていう話ですね。
他のスポーツは気づいてないけど、俺は気づいてるぜ、お前のその才能みたいなね。イチローとかもドラフト1位じゃ全然なかったみたいな、そういう話だもんね、なんか。そう。まあ、イチロー選手とかね、中日の監督やってた落合選手とかね。うん、うん。決して、こう、輝かしく、こう、何者入りで入ってきた人たちではなくて、でもそれは当然その、競合しちゃうから、そうなるとまあ、うん、いい選手って取れないよね、みたいな感じで。うん、そうじゃなくて、発掘してこその、その、スカウトマンの力量が試されるところだろうっていうところがすごい、面白いところというかね。そうね。あと私、このスカウトマンのプロフェッショナルさも、結構ジーンとくるところなんですよね。いいキャラクターだと思います、主人公も。じゃあもう、毎年のドラフトの特番見てください、本当に。確かにね、このドラフトキング見ると、ドラフト特番がすごい面白くなると思う。確かにね。で、まあドラフトキングではやっぱ主人公中心に描かれるじゃないですか。うん、うん。もうその、実際のドラフト見ると、選手全員にそのストーリーがあるわけですよ。一人一人。エモエモじゃないですか。エモエモだよね。未だに忘れないのはね。まさかの WBC の選手になってしまいましたけど、沖縄出身の宮城投手ですよ。あ、ずっとおっしゃってましたね。僕、彼のドラフトの時の V が感動しすぎて、涙を流してしまって、感動しすぎて、ナッシーに共有するっていうね。いや、この選手、本当にいい選手なんだよ、つって。動画を共有するっていう。はいはいはい。あれから、ちょっと時は経ちましたけど、今、ねね、球界を代表するピッチャーになってるじゃないですか。すごいね。あ、天草へ妹が芸能界入りしてるじゃないですか。ね、見ました、私も。びっくりですよね。すごいよね、本当に。なんか一気に分かるようになったんだよね、その凄さが、この漫画読んで。そのピラミッドの一番先端の部分しかテレビに映ってなくて、なんだこの三角形みたいな感じで見てたのが、この漫画読んだらもう、この地底にものすごい建造物が埋まってたのかって思うとゾッとするみたいな、そういう感動がありましたね。まあ野球に限らずですけど、高いレベルを維持するためには分母がやっぱめちゃめちゃ大事なんですよね。うん、その漫画もそうじゃないですか。うん、面白い漫画の裏には何千何万もの、うん、読まれもしなかった漫画があるわけじゃないですか。そうね。僕らが読んでるのは多分それこそね、漫画界のこう、ね、でかくしようとはしてるけど、頂点の方しか見ないわけで。うん、そういう話ですよね。うん、あんまりね、内容に触れるとね、ちょっとネタバレっぽくなっちゃうんです。まあ、それは良くないかなとは思いますけど。うんうんうん、まあ、でも、面白いですよね、うん。うん。すごい漫画だと思いましたね。まあ、プロ野球のその凄さだけじゃなくて、ちょっとこう、うん、暗い部分みたいなのもね、当然光を当てて。うんうん、うん、そうだね。スポーツニュースでは流されない、プロ野球のこう、悪しき部分みたいなところも、うん、まあ、当然こう、ドラフトってなるとこう、引っかかってくるところがあるんで、そこもこう、誠心誠意か描こうとしてるなっていうのは、うん、嬉しい。まあ何よりこう、話の持っていき方がすごい巧みだなと思ってて。うんうんうん、上手だよね。一つの、まあ、パート、一定のね、特定のこう人にこう、焦点を当てながら、なんちゃらへんみたいなね、うんうんうん、やってるけど、なんか それが終わったと思ったら、なんか次の話がすぐ始まって、うん、次どうなんのみたいな、でなんか次の間たまに昔出てきた選手がもう一回出てきたりして、おお前、うん、この時あの時が出てきたみたいな時系列がバンバンになってたりするからね、若干感動しますよね。だけど、まあおすすめとしては、もちろん野球が好きな人はドンピシャで刺さると思うんですけど、そうじゃなくて、なんか野球って何が面白いんだろうって思う人にこそ読んでほしい作品。うん、そうね。そう思います、私も。ナッシーはどんな人にお勧めしたいですか？私は結構ね、やっぱり仕事してる人、うん、いろんな意味でのプロフェッショナルっていう部分で刺激される部分が、うん、プロ野球のプロフェッショナルもそうだし、プロを目指す学生のプロフェッショナリズムなんて言葉ないかもしれない。あと主人公のその、美しい仕事に時間を捧げてるみたいな、そういう感じもなんかいいし、そういう、だから社会人かな、どっちかっていうと、大きく分けた時には。そうですね。まあ、プロの話でもありますしね。僕はもう、まあ、もうちょっとこう具体的に言うと、
北畠くんっていうね、この話があるんですけど、いわゆるこう、中学校から注目されてた天才みたいな、ね、感じの。彼の話がね、個人的にグッときたんで。うん。7巻、8巻ぐらいから主に。それを読んでほしいと。具体的に。泣ける漫画なんですよね。泣けますよ。私も、まあ私はもうバカになってるところあるけど。いやいや、そうやってほら、泣けるとか言っちゃうとさ、泣けなくなっちゃうからさ。そうそうね。ドラ泣きって言われたら泣くなくなるじゃん。そうね。ぜひ、7、8巻の、いいアピールだし。田畑君の話を読んでほしいなと思いますね。うんうんうん。じゃあ、そんな感じですかね。はい、そうですね。漫画が読めなくなる、その日まで、はい、楽しんでいきましょう。はい。本日もありがとうございました。ありがとうございました。